割とそんなわけで昨日、ととい、高校生講座っていうのがあったんですね。で、昨日授業をやったっていう話をしましたけども、その前にキャンパスツアーをやったんですよ。で、今回の高校生講座は、実際にキャンパスに来る対面型と、えー、o o m で参加するオンライン型の人がいたんですけれども、そのオンライン型の人に対してもキャンパスツアーはなんとかやれないかということで、元々は、えー、大学で元々作ってある、そのキャンパス紹介ビデオみたいなものをオンライン組には見てもらえばいいかなと思ってたんですけども、あの、N ちゃんが今回の高校生講座の実行委員長という かかりかかりでで番偉い人あある n ちゃんがあの僕がキャンパスツアーをやるときに生配信できませんで、まあ、生配信できませんかねっていうとんでもないことを言い始めてあの一番最初の気持ちをリアルに表すととんでもないことしとんでもないことを言い出しやがって <laughs> で最初は、えー、そんなんできるわけないよと思ったんだけど実験してみたんですよその先週やったかな先週かなんかに実際にこういう機材を使って やるとしたらこういう機材を使ってやるだろうと思ってやってみたらね、思いの墓をよくできたんですよ。なので、いやいやいや、なんか言い,言い出しやがってって思ったけれども、いや、すげえ、すげえ、こういうの、この人、えのちゃんいい、ナイスアイディアっていう風にね、思い直して、で、やったんですよ。で、それは、えっと、パソコンにウェブカメラをつけて、あの、パソコンのカメラって基本内側向いてるんで、外向けなきゃいけん。あの、ウェブカメラつけて、ピンマイクさして、パソコンこう,う手持ちの状態で、このキャンパスの中を練り歩くっていうですね。だから 基本的に僕の大体の目線で、そのオンライン組の高校生の皆さんもキャンパスなんか見れるっていうことですね。で、僕自身がその45分間その高校生を連れて歩いて、ここは何ですここは何ですここは何のための施設なんですみたいなことを言いながら、それをズームの人たちも聞こえていたっていうことで、ね、これがね、すごい。 良かったらしいんですよ。N ちゃん的にはすごい良かったっていう臨場感があったって言って、あの、褒めてくれたんで。いや、でも褒めてくれたけども、でもそ、そこでそもそもそういうアイディアを出してくれた N ちゃんのおかげですけどね、本当にね。僕はそれはそ、そ、んなこと思いもやらなかったし、言われた最初はもう、むちゃくちゃなこと言いようだと思っただけだったんだよね。いや、やっぱ、すごい素晴らしいアイデアだと思うんですけども。で、それとりあえず、いろんな、とりあえず、てか、それでいろんなとこ回ったんですよね、あのー、 であるとか、えー、国際交流センターとかキャリアセンターとか、えーまあ、学食は入れなかったんで学食の前であるとかね通ったりしたんですけれどもその中で国際交流センターとキャリアセンターはあの 行った時に、まあ、僕自身が説明してもよかったんですけれども、振ってみたら、まあ知ってる職員さんが何人かいたんですよ。なので、国際交流センターに関しては、すいません、あの、<laughs> うまい説明ができる方 <laughs> って言って、無茶ぶりして、んで、まあある、あの、僕もよく知っている、あの、女性の職員さんの方、タタタタタって渡してよろしければとか言って、んで、その、国際交流センターってこういう場所なんですよ。今の留学の状況こうなんですよ。ブワー喋ってくれて、やっぱそらその現場の人が上手いっすよ。 僕はそこまで到底できなかったんでやっぱ頼んでよかったなっていうんですよ。 そこからさらに1階に降りてきて、国際、えや、ー、キャリアセンターか。キャリアセンターに行ったんですよ。でキャリアセンターも、まあ僕なりに説明する、こう、ネタというか、僕ね、多分ね、普通の教員よりは、喋れると思うんですよ。いろんなことについて。喋れると思うんですけども。でも、降ってみたら、そのキャリアセンターの職員さんで、えー、何人か知ってる人がいたのね。で、僕はあの、こうやって、パソコン両手で抱えてる状態なので、あまり、こうあの、動きは取れないんだけど、パソコン、あ一時的に片手で持って、 これ本当に良くないけどさ、こういう手招きしたんですよ。でそしたら、なんかその、まあ、僕が見た視野に入った中で、3人ぐらいの人がこっちに気づいて、3人ブワー出てきてくれたんだけど、その中の、まあ、まあ、名前言ってもいいからアイんがね、アイ君で、この本当にいい人なんですけど、この人本当にいい人なんですけど、アイんが、あ、じゃあ、あの、させていただきますとか言って、その説明ね、キャリアセンター説明し,してくれて、でね、 いきなり頼んだ割には、キャリアセンターの役割は3つですって言ってね、パッと出てきて、1つ目、2つ目、3つ目、パンパンパンって来て、で、えー、在学中にはこういう、こういうことになると思いますので、ねえー、入学した暁にはどうのこうのみたいな感じで、すっげえ上手かったの。すっげえ上手くて、まあ、全然勝てなかったですね、それはもう本当に。それも勝てなかったですよ。 いやだから本当にね、その、プロの人に頼むっていう、頼むっていう変にかだけど、プロの人はすごいね、やっぱその、その、自分の所感というか、所感じゃないな、自分の部署ですか、のことを当然知り尽くしているし、それを誰かに伝えるっていうところまでできるのは素晴らしいね。そして本当にね、それを、あの、と、アポなしで言ったんですよ。あの、いや、これ本当アポなしゃいけないんだよ。本当アポなしはいけないんだけど、あの、なんていうのかな、あの、うん うん、ちょっと、あの手、手続き的にっていうか、こう、ま、間に合わなくてね、あの、アポなしになってしまったんですけどアポなしで行ったのに、そうやって快くね、説明していただいたお二人に、本当に感謝、お二人っていうか、その、そのセンターと、国際ポリセンターとキャリアセンターの皆さんに感謝ですね。うん いやだから、持つべきものは友だよっていうか、友、友って向こうは持たないかもしんないけど、あの、こっちの方がなんか立場的に上な感じがするかもしんないから、なんかこう、これされたから出てきただけかもしんないけど、でも本当にね、ありがたかった、ありが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 たかった、ありがたかったですね。 あ,あ、言えないな言葉。この言葉。あ,あ、やばい。口噛みまくり。口、口は噛まないわ。噛みまくり。まあいいや。いや、でも本当に助かりました。ので、あの、また、あの、一年後ぐらいにね、お邪魔することがあると思いますのでね。えー、皆様とよろしくお願いします。ありがとうございました。おんじゃまた。